で、今回の、ボクセルモデリングっていうところで今回フーディニーを使わせていただきました。じゃあ、具体的なところからいきます。 2D ボクセル化の流れですね。流れを説明しますと、画像まずドット絵ですねを読み込んでいきます。ドット絵を読み込みます。この段階ですね、ここにドット絵があるんですけど、コンポジットビューで見るとこんな感じで、ドット絵を読み込みました。で、プレーンを生成して解像度で分割、これちょっと分かりづらいんですけど、プレーン、ここにグリッドが、あ、今回できるだけショートカットとかも使わないようにするので、ちょっと操作が分からないとか頭で言ってください。このグリッドを解像度で割るっていうだけの話なので、画像の解像度で割ってあげます。次に、プレーンの各ポイントに画像のカラー情報を転写。フーディニーでは、頂点とポイントっていうのがあるんですけど、まあ、いずれも同じ場所にあるんですが、これが頂点ですね。頂点がこの4つ、このプレーンに対しては頂点が4つあります。こことこことここ。でもポイントっていうのは、あ、これかな、ここに4つあります。でも頂点はこの同じ場所に4つあるんですね。っていうのはこのプレーンに対して4つ持ってる感じです。プレーン1枚に対して4つあって、こっちも4つあって、こっちも4つあって、こっちも4つあって、で、それを束ねてるのがポイントっていうイメージですね。ポイントの位置に画像のカラー情報を転写します。つまるところ、イメージとしては、まあ、こんな感じになるんですけど、こういう感じでカラー情報を転写してあげます、ポイントに。そして、次にポイントの位置に板を並べます。板っていうのは、これですね。ここに、こうやってちっちゃく。ちょっと見づらいですね。ここに板があるんですけど、この板をそのポイントの位置にダーッとこう並べていきます。先ほどの色の塗られた各点ポイントポイントに板を並べるとこんな感じになります。緑は消えてるんですけど、そうするとこれでドット絵があのモデルになりましたっていうところまではたどり着いたので、次に並べた板を色ごとに結合して点面の生成、ポリゴン数の最適化ですね。これも一気に進んじゃうんですけど、このままだとただ単にバラバラの板なんで、ゲームに持ち込んだらもうバラバラですよって言われます。なので、まあ、このあたりの処理で全部つなげて、色ごとにこうつなげていくっていう処理、後で詳しく説明しますので、色ごとにこう結合して、最終的にはこういうふうに必要のなところだけ、ポリゴン、あ、じゃない、エッジを貼っていくっていう流れになって、これで点面の上の部分がこうできましたと。そして側面の生成と最適化。これも同じですね。あとは、こっち側です。ちょっと厚みの部分ですね。を作って、同じくポリゴン数最適化してあげますよというところです。そして、点面と側面の合成。これはもうそのままです。合成して終了ですね。フューズ。こんな感じで、こう厚みのある、ちょっとこう、ドット絵がそのまま飛び出してくるような表現が多分これでできるだろうというところで、終了ですね。もちろんこれ裏面ないんで、裏面はこう、裏側透けて見えちゃってますけど、これは使用上別にいいということなので、こうなってます。別に裏面を埋めることも可能なので、それは、まあ、作り方次第というと。はい。では、1から順に作っていこうと思います。はい。最初に、ポップネットっていうのを出してきます。でこれは何かって言いますと、コンポジットネットワーク、コップ側のコンポジットオペレーターなんですけど、コンポジットのをするためのなんか空間みたいなのを作ってあげて、はい、ここに、すみません、まあ、本当はここにパスをこう入れてあげると読み込まれますよというコンポジットができるやつです。で、ここにコンポジットビューっていうのがある、これを見ると、まあ、ちゃんと読み込まれているのが確認できます。これで、ここで、よいしょ、アウトプット。アウトとかでございます、はい、ここで本当はいろいろ画像加工とか、例えばこれが連番で、ドット絵がずらーっとこう格子状に並んでるようなテクスチャーだったりすると、ここでこうちょっと必要な部分だけ切ってあげたりとか、フレーム数によってこう切り取る部分変えてあげたりとかいうような処理をここでしてあげるといいかもしれませんけど、今回は画像1枚なんで、もう何もせずここにアウトっていう塗る、何もしないノードを作ってあげます。でこれ何もしないノードをここを作る理由なんですけど、あとで、ここのテクスチャー、このコップネットの出力を使いたい、なんかを使いたいっていうときに、ここに塗るっていうのを、塗るでアウト作っておくと、
このノードを指定してあげたら必ず一番、処理の最後のものが取れるっていうことでダミーで作っておく感じですね。でおくと後で便利なので、これがないとこいつを直接指定したりすると今度この後にガチャ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 ってやっていった時になんか取れてない、最後のやつが取れてないっていうことになりますので、こいつあると割と便利ですので、こいつをオンにしといて、はい、画像は読み込めました。次ですね、たらグリッド、これが先ほどのそうですね、プレーン生成して解像度で分割っていうところをやっていきます。じゃあグリッド、解像度で分割っていうことでグリッドが出ました。でさっきのやつ、これ32なんですけど、解像度32なんですけど、じゃあ32入れたらいいじゃないっていうでやればいいんじゃないかっていうところなんですけど、これだと画像が変わってしまうと使えないんで、画像が変わってしまうというか画像の解像度が変わってしまうと使えないんで、よいしょ、ちょっとここでスクリプトっていうほどスクリプトじゃないんですけど、これですね、アウトっていうのを指定してあります。先ほどのやつなので、はい、Windows、 はい、こんな感じでですね。でこれどういう意味かって言いますと、これは X ですと Y です。よいしょ、まあ、これはコップネットのアウト、先ほどのアウトって作ったものの、レゾリューション、解像度を取ってこようというところで、これでもう32っていうのが取れてきちゃうんで、これで、あ、これはサイズですね。すいません。大きさなんで、グリッドがでっかくなりました。こんな感じで。で、今度分割数の方は、これを、プラス1。で、1も、プラス1。で、上げると、こんな感じで。分割できました。次がディバイド、で次ディバイドをつないで、ディバイドっていうのをつないで一回り小さいグリッドをちょっと作ってあげますけど、これで一回り小さいの、グリッドを作ってあげます。今度分割してデリートグループ、はい、これは何をしてるかって言いますと、実はこっちの大きい方はいらないんです。その真ん中の間のその一つのグリッドの中点に、先ほどご説明した板を配置していくのが正しいので、実はこっちの大きい方はいらない。でも、なんでいるかって言いますと、転写するときに必要になります。また後ほど説明します。で、今何をやってるかというと、その2つをガッチャンコここでマージしてるので、このちっちゃいやつと大きいやつがここに入ってます。UV がないんで、いってみます。じゃあ。テクスチャーを。で、これで、上から貼られた UV 上から実はできてますと。で、この時に大きいグリッドじゃないと、本来のそのテクスチャーの大きさじゃないので、その小さい方は、正しい UV が貼られないことになります。大きい状態で UV を貼ってあげます。そしてもう UV 貼ったら元のやつはいらないので、ここでグループっていうノードで、大きい方は最初からこういうデリートグループっていう名前をここで付けてあげてます。属性みたいな、グループ名みたいな。この子にはこの名前が付いてるんで、例えばここでこれを指定してあげると、ポイントでいいかな。ポイントですね。じゃあこっちポイントにしましょう。そうするともう消えちゃうので、大きい方は消えました。アトリビュートフロムマップっていうのを今から出そうと思ってるんですけど、マップって出すだけで出てきます。で、ここでアトリビュートフロムマップっていうのを作ってあげて、でこれなんか UV カラーが貼られちゃってるので、オペレーターの、これは何するかっていうと、先ほどのコップネットからの情報を取りたいっていうことになります。で、やると、まあ、こんな感じで、色情報が転写されました。この一つのポイントに色情報が転写されてきました。次。で、これがですね、何を消すか。グリーンですね。グリーンが 0.9 より大きいときします。ポイントだ。待って。そういうことか。すいません。フィルターセッティングがこれ、ポイントになってないからですね。ちょっと読み込むときに、転写するときに、フィルターのセッティングをちょっとぼかしかけるような設定にしてたんで、今おかしくなったんですけど、緑色の部分が消したかったっていう。なので、グリーン値が一定以上だったら、もう消すっていうふうにしてあげたら、はい。まあ、こういうふうにしてあげると、緑の部分だけマスクされて消えるような感じになります。これで各ポイントに色が塗られた状態ですね。こ
これが先ほどのここですね。画像から転写しました。はい、で次、ポイントの位置に板を並べる。で、板を作りましょうということで、これも同じくグリッドっていうノードを作って、でこれはもう今ちょっと大きさ固定で位置にしてますね。ちっちゃいな。で、分割数は、はい。これで一マスができました。一マスをとりあえず、ちょっとノーマル作っといてあげて、このポイントの、この各ポイントに配置していくっていうノードがですね、よいしょ、コピースタンプ。ノードがあるので、コピースタンプっていう。これをやると、ドラッと。向きがおかしいぞってなるんですけど、ここはもう、これは放線方向を向くのですけど、一旦今回はトランスフォームノードで全部の向きを変えてしまいましょう。こっちかなって。はい。もう色が来てないっていう。じゃあ、この、並べた時に、ここのリファレンスにしたもののアトリビュートを取ってきますよっていうチェックがあるので、こいつには、えってやると色を取ってきて、これで頂点カラーで、もうモデル並びましたっていうところまで行きました。これ左右逆転してる気がします。ちょっと戻っちゃうんですけど、カラーを転写するところでこれ逆転をかけましょうか。はい、そうすると、まあ、これで、配置並べるところまではできました。次に今度は色ごとに結合していきましょう。色ごとにするのが若干フーディニはそれぞれそのポイント、頂点、フェイス、面、プリミティブっていうんですけども、頂点、ポイント、プリミティブにそれぞれその情報を持たせることができるので、今、ポイントにカラー情報を持たせているので、それを後で利用するためにプリミティブに移動したり、CD、面。そうするとこう面が色を持ってるっていう状態に変わるので、次に、これ、ラングルっていうのが、スクリプト、レックスっていうのを書けるノードになるんですけど、このあたりガンガンに書いていったらもう何やってんかよくわかんないっていうことになりそうなので、今回はなるべく少なめにしてはおります。よいしょ。これで、プリミティブ見ると、グループネームっていう新しい情報ができてまして、そこにカラー情報に基づいて文字列が入ってます。2551543みたいな感じで。なので、この後で、OEach っていうノードを使って、その色ごとに繰り返すっていう処理をしてあげます。よいしょ。多分このグループネーム、こうやってやって、よいしょ。っていうのを見ると、グループごとにこう繰り返すっていうのができるので、ここで、フューズ。で、クリエイト。はい。よいしょ。こんな感じですね。という感じで、カラー値の255倍して、それを、無理やりストリングに変換するっていうので、それを3つつなげてあげると、カラー値を無理くり文字列に変換するっていうことができます。もう一回そうやって。で、オーブンに出してあげると、黄色だけ、今ここ黄色だけになってますけど、黄色だけループ、青だけループっていう、黒だけループっていう感じで、処理ができます。次に、エッジ。オーブンの中では、それぞれくっつけて、いらない辺、いらないエッジっていうのを抽出したいと思いますので、ここですね、アンシェアドエッジっていうチェックがあるんですけど、これをすると、いらない部分が抽出できて、見づらいんですけど、外側の枠だけがオレンジ色になっているんですね。外側の部分だけが必要なので、その部分だけ抽出して、オーブンが終わった後に、ディフォルトですね。グループ名つけます。ここでグループ名だな。今一旦ちょっとグループ2でそのままいきます。リゾルブっていうのを、ってやってあげると、で、これで反対ですね。ってあげると、必要な部分だけがエッジが残るっていう、ちょっとデータ的には汚いものができますので、次にエッジを貼ってあげます。消したら、次エッジを貼ると、そんなに気にエッジいらないな。見てろ。はい、こんな感じですね。メッシュっていうのをちょっと使ってあげて、イテレーションをゼロにすると、最低限の面が、エッジが貼られるんで、これでエッジ貼り直してあげます。
で今度は、確かこれがプリミティブからカラーチを、バーテックスに戻す。確かですね。頂点カラーに戻し、頂点、今度はポイントのカラーじゃなくて頂点カラーにちょっと変換して戻してあげて、これで点面が完成しました。じゃあ側面ですね。あと側面はもうすごい簡単なんで、飛ばし気味でいっちゃいます。はい。側面は、この先ほどの単に並べただけっていう状態の面を使って、すべて一回もフューズっていうノードでくっつけちゃいます。で、くっつけた状態で、エクストルードを押し出しですね。ってやると、ニュッて、ニュッて押し出されます。外の側だけが。あとは、で、このエクストルードしたときに、実はグループ作れてですね。フロントグループっていうのがチェックを入れると、フロント面だけグループ名が勝手に最初からできるので、それと消すってやると、デリートでバサッと消えます。そしたら、先ほどと、よいしょ。これも、やっぱり、いらない部分があるので、それをもう消してしまいましょう。エッジのグループを作ります。外側を指定します。よいしょ。ですね、はい、そうすると角っこだけがこう取れますので、ここだけキープしたい。で、あとは先ほどと同じように、で、あ、グループ名、またグループ3っていう、なんかなので、ちゃんとやるときはグループ名をつけてあげてください。落ち着かないと。あ、なんでリゾルブした後、またリメッシュすると、これが0。やると、まあ、最低限のエッジができますので、あとは、先ほども出たマージっていうので、2つのメッシュを結合すると、あら不思議と。くっつきましたけど、これだと、確かトランスフォームが、これになっちゃう。あ、OK。はい。で、これだとなんかおかしいな。点面と上面がひっくり返っちゃってるんで、ここにトランスフォームっていうのを入れてあげて、ちょっと一段下に下げます。そうするとこれで完成ですね。あとはこの後ちょっとフューズとか頂点くっつけてあげるとか、ちょっといろいろやってあげて、先ほどここにちょっと書いちゃったんですけど、すみません。ここにプリミティブから頂点カラーに変更するっていうのをここに下に入れてあげることで、ちゃんと FBX で出したときに頂点カラーとして、出力されるようになります。まあ、お約束なんですけど、ムーで、まあ、これは僕流なんですけど、アウトとかアウトプットとか作ってあげて、こいつが一番最後ですよっていうようなのをしてあげて、これは製品版じゃないとできないんですけど、FBX で出すことで、NT なり UE4 なりに持っていくことができます。はい。次ですね。じゃあ 3D ボクセル化の流れですね。これはもう元々モデルがあるので、元モデルを読み込んで、それを閉じたモデルへ修正、そしてモデルの形状をもとに格子状にボックスを並べる、内側のポリゴン削除し、空の未抽出、色ごとにまとめて、ポリゴン数の最適化。一番下はもう 2D ボクセルと同じなので、ちょっと省略します。これが、はい。今回 T ポットなんですけど、2つに分割してます。これは、今回のワークフロー上、やむなく2つに分割したっていうんですけど、このつなぎ目部分がどうしてもこう、ボクセルだと綺麗にならなかったので、2つに、その綺麗にしたいものは2つに分割したりとかして、一旦綺麗に、別々で調整してからくっつけ直すっていうワークフローになってます。で、ここでファイルノードっていうのを出してきまして、そこに、まあ、FBX のパスを入れるっていう、まあ、ここまでは別に大したことはないです。ですね。じゃあ、閉じたモデルに修正っていう、この閉じたモデルって何かって言いますと、これ、ゲームモデルだったりすると、隙間がこう空いてたりするんですね。で、これがなぜ良くないかっていうと、後で格子状にその、ボックスを並べるっていう段階で、ちょっとトラブルが出ちゃうので、一回強制的にフィル、フリーフィルっていう、ノードを挟んであげて、よいしょ。無理やり。これって全然綺麗に、塞がってないんですけど、実際は。
で、分割図を上げてっていう。もうちょっと先ほど違ってここに面ができてるのがお分かりいただけたと思うんですけど、無理やりこうちょっと面作ってあげます。でもこの段階で綺麗になってなくても全然構いません。次行きましょう。じゃあ次ですね。ATTR プロモート。じゃあこれを、頂点カラーから、今頂点カラーを持っているので、ポイントカラーに一回変換します。パーペックスからポイントにして、ここに CD、これカラーっていいですね。CD ってやってあげて、ポイントを入れて、VDB って話がありましたけど、これです。ボリューム化しちゃいます、一回。ボリューム化した後に、ポイントフロムボリュームっていう、そのままの通りなんですけど、ボリュームからポイント作りますよというのがありまして、ここに、こんな風に数字入れると、ここで、これはすごい分かりづらいんですけど、格子状にバーってこう並んでくれてます。ちょっと、ここでカラー値っていうのをちょっと作ってあげましょうか。で、これも転写なんですけど、このままだと、カラー値が来ないので、元のこの、カラーを持ったモデルから、こいつにカラーを転写しちゃいましょう。よいしょ。あ、もう来てる。違う。シーンですね。こうすると、このモデルから、この点でできたデータに、色が持ってこれますよと。箱。ボックス箱です。普通に箱ですね。これを先ほどコピースタンプっていう、先ほども出てきたコピースタンプツールっていうのにつないであげると、はい、並びましたが色が来てないので、先ほどと同じようにここのアトリビュートにあるユーズテンプレートポイントアトリビュートってやると、こういうふうに色が来ます。お、色すっ飛んでる。あ、ここが 0.5 になってないですね。本当はここのサイズと先ほどのボックスのサイズ、ここですね。このサイズをちょっと、リンクさせてあげないといけないので、ここをコピーパラメータ。で、ここに、ペーストレラティブリファレンス。ペキってやると、もうこれで、ここの数値がここに勝手に適用されるようになります。相対パスで勝手に貼ってくれます。便利です。本当はここは、フィルター、変なフィルターがかからずに、綺麗にピッピッってこう、ラインが入るようになります。一回ちょっと飛ばします。すみません。で、これで一旦、この、格子状にボックスを並べるは終わりましたが、これ中身あんこみたいになってるんで、ぐわーって中にいっぱいこう箱が詰まってて、これではゲームには持ち込めません。なので、ちょっと、オプティマイズっていう。これ2つのファイルに分かれているのは、一旦ここで、僕らの方でマヤにエクスポートしてます。で、ボックスをマヤの方で選択して消してます。その、ちょっと形状が気に入らないっていうところは、マヤの方でちょっと箱を消したりとかしてもらってました。じゃあ今度、マヤから読み込んできたデータ、これです。光線なんかおかしくなってますけど、ここでノーマルをちょっと挟んであげて直してあげます。ただこれだけなんで特に問題はなかったんですけど、ちょっと形状の微調整、これはあの先っぽの部分ですね、先っぽの部分もちょっと調整してもらいました。じゃあこれでマージしちゃいましょう。マージ、ラッチン、すると見事にくっつきましたと。でもやっぱり中身は詰まってます。中身はアーティストさん、さすがに一個一個消していくのは無理だったみたいですね。なので、次にクリーンソップっていう、クリーン、まあ、きれいにしてくれる、素敵なノードなんですけども、こちらの、よいしょ。これとこれのチェックを入れると、バラ不思議っていう、ちゃんと結合部分も問題なく消えてます。じゃあこれを最終的にどうするかって言いますと、この後、先ほどと同じように、色ごとに、まあ、4分で回して、最適化をかけるっていう処理を走らせます。先ほどやりました通り、ループで回して、リメッシュかけてあげるっていうだけです。で、他は特に、特殊なことはやっておりません。ので、一旦ここで終了ということになりますね。
はい、以上になります。